皆さんこんにちは、たくみです。今日はですね、この友人のですね、ワゴマールのですね、WR のリミテッドのですね、エンジンオイル交換をしていこうと思います。というのはですね、この車ですね、友達が F6 で買った車なんですけど、で、まあ、まだエンジンオイルのですね、交換したことないということだったので、これからですね、交換していこうと思います。で、オイル自体はですね、 5W30 の日産のエンジンオイルの方を使っていこうと思います。さあ早速まずですね、エンジンオイルの方抜いていきます。よいしょっと。はい、まずですね、エンジンオイルの方抜いていくんですけど、その前にですね、先にエンジンオイルを入れるですね、注入口があるんですけど、そこのキャップを先に開けて、オイルが抜きやすい状態にしておきます。ぐるぐるーつ、よし、開けました。おー、こんな感じか。はい、早速エンジンオイルの方抜いていきます。で、抜き方がですね、ここのちょうど下ら辺に抜くところがあるので、僕はいつもこの車だと左にハンドルを切って、下から手を突っ込んでエンジンオイル抜くようにします。では、こっちから抜いていきますね。よっしゃ、これで。僕はいつも段ボール使ってます。段ボール意外と便利ですよ、本当。で、ここから見て、あー、そこですね、ちょっとこの位置にあるので、ちょっと受け皿と、あれですね、何だっけ、ラチェットを持ってきて抜いていきます。よいしょ。まずそこのナットのところですね、何ミリで外れるかちょっと確かめてみます。ちょっとこれ、あ、よいしょっと。あ、17ミリですね。よし、よし、じゃあまずボルトの方取っていきます。いや、手打った。あ、よし、緩みましたね。緩んだので下に受け皿を置いて、あとは手で緩めてオイルの方抜いていきます。何かな。よいしょ、はい、オイルの方入れましたね。よいしょ、あと抜けるの待ちます。よいしょ、じゃあボルトの戻しておきます。よいしょっと。で、今日はですね、オイルフィルターも一緒に変えるので、一旦これ閉めた後にですね、この後オイルフィルターの方取ってきます。で、これですね、トレインパッキンはですね、新品のものに変えてます。よいしょ、 OK です。で、ちょっと拭いとこう。よいしょ、一旦拭いて、よし、で、閉めますね。よし、 OK、 閉めました。よし、あとですね、オイルフィルターの方も交換しておきます。いきます。よし、はい、いきますね。じゃあオイルフィルターの方、一旦この道具を使って緩めます。緩んだかな、ある程度緩んだらですね、もう手で回せます。うわ、出てきたオイルが。あ、手袋やらかした。うい、はい、フィルター取りました。オイルフィルター取りました。エネオスのものが付いてたみたいですね。今回新しいやつ、じゃあ変えていきますね。今回ですね、オイルフィルターはホームセンターで買ったものを使用していきます。よし、はい、こんな感じですね。使う前にですね、まずこんな感じでビニールの袋が付いているので、これを取ってですね、で、つける前にちょっとよいしょ、オイル缶なんですけど、ついついた。新しいエンジンオイルをですね、このゴムの周りのところに塗っておきます。こんな感じかな。よし、で、この状態で先ほどのところにつけていきます。つけていきます。よいしょ。つけるときはなんか聞いた話だと、もう手で締めれるだけ締めておけばいいってきました。もう一回器具でこうつけ落としたんですけど、潰れちゃってオイルフィルターが。よし、もうがっつり締めたんで、これで OK だと思います。入ってたエンジンオイルなんですけど、めっちゃ汚れてますね。いいことです、よく汚れてます。ということで、新しいエンジンオイルの方入れていきます。じゃあオイルの方入れていきます。で、今回フィルター交換したので、メーカー上 2.9 リッターとなってるんですけど、まあ、完璧抜き切ってるとは限らないので、一旦 2.8 リッター入れて様子を見てみようと思います。よいしょ、よいしょ、ドドドド、綺麗ですね。蜂蜜みたいな色してますね。いいです。あー、握力がやべ。僕久しぶりの今日はエンジンオイル交換でございます。最近なんかあまり車の乗ることがないんで、なかなか交換ならんのですよね。よいしょ、でい、よし、 OK、 よし、はい、それじゃあ入れていこうと思います。よいしょ、4つ目。よし、なんかターボ車になるとエンジンオイルが3000キロごとに変えた方がいいみたいですね。まあ、早めのエンジンオイル交換はやっぱエンジンにはすごくいいみたいです。うんうん、僕も今乗ってる車全部 NA でターボついてないんですけど、一応3000キロで交換するようにはしてます。はい、入りました。エンジンオイルは別にスレスレまで入るわけじゃないです。というわけで、じゃあ入ったのでキャップの方をつけてですね、一旦1分ぐらいエンジン回して、エンジンレベルゲージの方でですね、オイルの量を確認してみようと思います。すいません、オイルレベルゲージです。すいません、最近やばいな日本語。よっしゃ、ちょっとエンジンの方回してみますね。よっしゃ、オイルレベルゲージの方確認していきます。レベルゲージこうについてますね。こうやってシュポッと抜いて、拭いてからですね、刺します。抜きますと、うん、 OK ですね、入ってます。点と点の間に入っているので OK です。はい、これにてオイル交換の終了となります。
はい、以上でエンジンオイル交換の方ですね、終了となります。エンジンオイル交換はですね、結構こまめにやった方がエンジンにすごくいいので早めのオイル交換がおすすめです。皆さんよろしければですね、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ドブライブドブライブ。